こんにちは、N 村です。今回の動画はオキュラスクエストで MR 動画を撮るの完結編となります。何度も撮り直しを行い、なんとか自分の撮りたい動画を撮ることができました。オキュラスクエストでビートセイバー動画を撮っている人たち全員に見てもらいたいと自分では思っています。それでは早速どうぞ。